先生、この木をまず正面決めます。普通に見るとこっち？うん、こっちだね。ですかね。これ鋲が打ってあるでしょ。太鼓堂っていうの。はいはい。こういう塔、鋲、うん。この正面と正面あってです、うん、足がこれ三本足だから、この一本が前になる。そうですね。これが真ん中へ来る。全部あってです。ちょっとね、ゴミ取りますこれ。一応この五葉松の針金掛けなんですけど、うん、結構時間がかかると。かかる、うん、なので先生に枝抜きと荒掛けだけや、うん、お願いして、はい、で残りの細かいのは僕がちょこちょこやっていこうかなと、うん、いいよ、思います。さすがにね、全部お任せすると1日かかっちゃう、うん、もっとかかるかな、まあ、僕の練習があって、はい、角度もね変えれますもんね、こうするか、うん、倒しようかね、これね、うん、ちょっと倒しても地面と平行だからね、これ。そうそうそう、倒す、植え付け、うん、あ、植え替えもします。まだ大丈夫だね、うん、やってみようか。やります。これ全部針金終わってからで植え替え。じゃあ針金かけてまた持ってきて、うん、植え替えって感じですかね、うん、そう。これは一本の動画撮るの大変な時間がこれ相当時間かかるよ。わかりますね。ちょっと前編後編に分かれてるかもしれない。根もこれ枯れてんのか。ちょっと根っこも綺麗ですかね。ちょっとこの上はここから上がってきたので少し取っときます。はいはい。だいぶいい粘りしてますね、これ。そうですね、かっこいい、この辺コケでみんな隠してたからね。かっこいいでしょ。いい粘りもな、ね、本当だ ね、 ね、ちょっと上げてみせたいですね、この根をね。そう、これこんだけの粘りでみんな隠してんだもん。じゃあね、ちょっとずらします、正面を。はいはい、こう。なるほど。今こうだの正面だったら、ここに正面にします、うん、でこれで枝抜いていきましょう、少し。はい。あ、木の高速しては、ね、だいたいここが、うん、ここが一段になって、はい、で、これがこう結構な、で、これ後ろ枝、うん、で、これ全体で頭っていう、はい、そういう形で作っていきます。で、余分な枝だけあまり、塗ったところはないと思います。余分な枝だけ取っちゃいます、先に。終わりました。これちょっと近すぎるかな。ここが3本になってる、これここ取っちゃいますか。これがね、ちょっと輪郭からはみ出してますね。これですね、これ輪郭からはみ出してるんで、はい、ここ切っちゃいます。うん、こう松類ですとね、うん、ここにちょっとこう立ち枝みたいなのあるけどね、これも使える可能性あります。というのは、うん、厚みを出すためにはこれがこう来て、これ上ちょっと乗ってくるとこの棚の厚みが出てきますんで、はい、ちょっと針金かけながら必要だったら残して、必要なければ抜いていっちゃいますから、はい、本来だったらこれ切っちゃうみたいな、うん、一応この棚の厚みを出すんでしたらこの枝は必要な枝になる、うんうん、で基本はやっぱ上下の忌み枝と、うん、そう、あと輪郭から出たやつ、まず下へ向かって 出る枝はいらないです、うんうんうん、あと上に向かって枝の抜き方っていうのが、こういう厚みを出すためだったら上の向かって枝を残しておいてもいいんです、うんうん、なるほど。今この枝が邪魔してますけどね、はい、これがなくなっても完全に後ろ枝がすっきり見えるはずです、うんうんうん、なるほど。そうすると大体この枝の棚が決まっています。でこれは後でどうするか、針金かけながら、うん、全体見ながら取るか残すかします、はい、これはこの木の方向性を決めるで結構重要な役目をしてて、うん、枝これが差し枝、これね、差し枝、うん、ちょっとこれはこのままね、長いまま残しておきます。はい、うん、3本になってるんでこれいきます、うん、あまり元気ないですか、この木。ちょっとね、葉っぱが柔らかいね。柔らかい。肥料が足んないかな。肥料、これはちょっと抜きたいんだよな、これで、ね、うん、こんな感じ。こうやって、だいたい骨組みが見えてくる、うん、見えますね、うん、ちょっと樹勢が落ちるかもわかんないけどな。これ取ります。はい、ここしかね。これ、これを返してくるかな。右に流すと、こっちへ流してかな。もっとこれをこっちで頼むのに右流れにしようか、逆に。あ、逆にする、うん、面白い。ここにこういう形、なるほど。全体的にこう右後ろ向きに流す形。うーん、そうするとここで
棚ができると思うんですよ、ここに。はいはい、ここと、ここと。へえ、これ右流れになるんだ。最終的にはまだどうなるか分かんないけどね。うん。これで針金かけていきましょう。はい。アルミ線だと針金だらけになっちゃうんで、銅線かけます。銅線で、はい。基本的にはこの黒物っていうのは銅線でいきますからね。はい。ちょっとこう、あの枝がいっぱいあるんで難しいけどね。ちょっとかけちゃう、先に。これも近すぎんだよね、これ。うん、こんなのもうすぐに出てくから、これ取っちゃうから、うん。向こうだって針金かけらんねえんだよね、ここに。うん、3つになってくから、はい。こうあってね、次の針金どっちに、うん、これこの、本来この間いらないね、うん。これこうくっついてきますからね。でこれ3つあると、ここからスタートしても、ここからスタートしても、針金がまた重なって入るようになっちゃうんですよ。一本抜きます、ここは。はい。ここに。抜くことによって、これがもっとこう寄れる。で、針金もスムーズに入ってきますから。で、こう針金入れ、あの、元になる針金入れる場合は、この、こう枝があります。この先まで持ってこないと、次の針金入らなくなっちゃうんですよ。ここで切っちゃうと、ここからスタートするようになっちゃう。はいはい、そうすると、ここの間、針金なくなっちゃうんで、うん、こう、次の分かれ目の先まで持ってきます、必ず。そうすると、もうこれ3本全部隠れますからね。これが、ここで切っちゃうと、これも最悪の状態になる。はいはい、この分かれ目の先まで必ず持ってきてくる。こう分かるでしょ、はい、こう枝が分かる。ここからかけるところですね。そう。次のやつここで切っちゃうと、ここで切っちゃうとこの間が針金なくなっちゃうじゃないですか、はいはい、入れないから、はい、必ず分かる面の先まで持ってきてくる。でここから二股にかけてくる。これがまたこうかけてる。はい、この針金は枝の手前に入ってきてますから、うん、でこれも必ず手前に入れとかないと枝飛んじゃいますんで、手前って入れていかない、うん、先入れたら先って入れていかないと。そうですから、ここの枝の分かれ目の先まで針金を持ってくる、はい、で針金が手前に入ったらこっちも手前に入れる。そうすると次の針金がスムーズに入ってきます。あ、なるほど。例えばここで行くとこう入るでしょ。これが入って、これがスタートの針金になる。ここに、うん、でこれがこう来て、このこっちに来て、自然に入って、どっちでも入るんです。これ分かるから、これ見えないんです。大体こっちに来た方がいいと思って、うん、こういう感じで、こんな感じ。そしてこの枝は余ってしまうんで、うん、ここで途中までで止めちゃってもいいです、はいはい、それかこっちが、あのこの針金がここからもう一本出してここに入れてもいいです。これが空いてるんで、これからこれが入ってきてこっちへ入ってくる。ここにで、これはこう来て、これかな、手前にこう針金入ってるから、これね、手前に入ってるでしょ、これ、はいはい、ちょっともう一回切れてる。この分かれ目の手前に針金入ってる、最初の針金、うん、そしてこれがこう入ってきる。でこれが次の針金、はいはい、これがこう来ても手前に入ってから自然にこう入るじゃん、これに、うんうん、これに。でこの最初の針金の入り方が結構重要です。枝の手前に入れたら次の手前に入れる。ここも枝の手前に針金が入ったら手前に入れるっていう形。ここはちょっと分かりやすいんで、サンプルでこう細いやつ、はい、かけた22番か20番で大丈夫だな、これ、うん。
もやっぱあれですよね。ここもこの枝の手前に入れますけど、ね、枝の手前に、目は起こさなくていいんですか。目を起こしますこれから、この22番かけっからと。あ、もう一本かけるんですか。うん、もう一本。できるかな。これは ここに入れますから、これ。はいはい。もうこのままでも入るんだよ、ここは。うんうんうん、ここから出さなく持っていかなくても、ここで、ここが入れるけど、ここから行ってみます。針金を重ねないんですね。ここで。これで目起こしをしますからね。こう下をきちっと揃える。はいはい。こうね。で、こう上にこう45度で持ってくる。こう。うん。これも上に来るように。うん、一上、真上に来ないと目を置けないですからね。ははは。これで半回転して、この針金をこう引っ張り上げる。うん、自然に起きる。うん、これで目が起きる。繰り越し。もう一回としちゃうと、一回としちゃうと首絞めちゃうから、うん、こう途中でこう止めないとダメです。はい、で、ここ。これはもうここに入れるな。こういう棚を作ってね、これ順番としては、うん、これが一番奥の枝になるんです。はい。だからこれが一番上行くんです、ここに、はいはい、高さが、はい。これが下行く。はい。これか。うん。これが2番目。こういう順番だ。で、ここの股を締めると。うん、30度ぐらい。最初にこことここかけたんですか。そう、こことここ途中までかけて、まずこれ一本かけた。こっち来た、うん、これがこの針がね、これがこう来て、うん、こう入ってた。この枝に、あ、これに入ってるんですか。そう、これとこれ、うん、これとこれ。そしてこの短い方からスタートした針金がこっち来てた。あ、じゃあ20番がこことここにかかってる、うん、そうこれ2本入ってる。そう、なるほど。で、細かいのをここ2本つか、20番が1本と22番が1本入ってる。はいはい。20番で。あ、それとそれ。うん。で、ここが、これと、そう、これ。これ。で、ここは、ここに1本、ここに1本だ。そう。これはこれとこれ。なるほど。できるか、これ。わかりました。あ、重ならなければ、うん。で、針金は3本まで。3本まで。うん。で、こう、バッテンにならないように、そう、こういう入れ方する人にですよ、ここにこういうふうに、はいはいはい、これ絶対ダメですからね、これ。あ、ここは間に針金入っちゃって、ここがもうあの鋭角に締まんなくなっちゃうんで、うん、こういうバッテンのかけ方はダメです。なるほど。必ずこう外からかける、うん、ここはかかってしまう。太さの選び方だね。大体太さは幹の太さの3分の1ぐらい。この元軸の上からこう始める感じ、うん、そうですよね。この骨格を使って引っ掛けていくと。これはこの太い針がね、これ何も12番かな、はい、これが1本ここまで通ってきてます、うん、ここまで。この針金を支えにして次の20番が入ってる。なるほど。これとこの枝とこの枝が入ってる、うん、次にこの枝とこれが掛け渡してある、はい、でここはこれとこれ、はい、わかりました。で、大体あの2本で終わるはず。そう、それをこれだけやるんですよね。3本以上なんないですよね。これは時間かかる。止め方、
これが12番か。ここまでで、あと細い針金に切り替えていきます。ほら、これをどうやって止めるかっていう、この針金はね、ここで大体45度で入ってくるでしょ、はい、そしてここでちょっとピッチを変えます。90度ぐらい、このぐらいに、はい、でここで切る。そうするとここが完全に固定されますよ、これ、はいはい、45度で入ってきちゃうとここがもうグラ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 しちゃうんで、ね、ここでピッチ変わってきます、ここに、はい、で次の細い針金を入れるような形、次の細い針金はこの辺から入れていくんですかね、これと一番奥から、ね、ここから入ってくる。これからここ入るでしょ、これとこれ、あ、これとこれ、そしてこれとこれ、なるほどね。で一本をこうずっと通せば、うん、こう途中から入れる。わかりました。ちょっとこれで見てみましょう。はい、こんな感じでいいやろ、これ、うん、あと細かくかければ。流れはどっちなんですか。どっちつかず細かくかけてからだね。細かくかけてみてからまた流れ決める。受け付ける。分かりました。こっち向けたいんだよ。でもね、この差し入れたらどうなるのかな、あ、これ短くしちゃうか、それかこれをこうグーって前持ってくるか、それもちょっと大きすぎると思うんだよな。なるほどね。長さね、こっちやるとき右の方に流れた方がいいんじゃないかな。ちょっとここから細かく、そう、あと細かくかけていって、余分なとこまた抜いていかなくちゃいけない。なるほど。で、完成は次回。次回。ということです。はい、ありがとうございます。はい。